今日はですね、秋葉区。もう一回最初。秋葉区。それ言ってください。そして今日はガラス体験をやらせていただきます。はい、師匠は照井さんにお願い、照井さんが教えていただきます。はい。はい、できるかな。できるかですかね。だいぶ難しそうでしたよね。難しいと思いますよ。花瓶、花器。花器っていう。まあ花瓶、いろいろ使えますけどね。はい。万が一うまくできたら、いいエッチの店に飾る感じ。飾りますか。はい。はい、じゃあ頑張ってください。はい、頑張ります。照井さんに今日は教えていただくんですが、何を作るんでしたか。牡蠣。はい、わかりました。はい。で、今日はピンクのガラスで。はい。ちょうどいい。かわいい。はい、全部洗ってありますから。あ、わかりました。これ先少し焼いておかないとガラスがついてこない。あ、中にガラスがあるんですか。中にガラスがあってつけてくれるんですか。いや、素焼きの粒が2本入ってて、あ、こっちが普通の透明、うん、こっちがピンク、はい、必ず回しながら垂れちゃうから、うんうん、回しながら吹いてみてください。はい、回しながら、うん、吹いてみて、吹く、大丈夫、はい、そう、入りました。あ、本当だ、ちょっとだけ。こんなもんでいいんですか。軽く吹いてちょっと膨らむぐらい。最初はこんなもん。最初あんまり薄いと次に巻くときもうくちゃくちゃなって。ああ、そっかそっか。まだ厚めの方がいいってことですね。そうそう、だから息を吹くのは徐々に入れて形見ながらだと。だから難しいのはどこに息を入れてどこを厚くしたいとか薄くしたいとかって、コントロールする。おお、急に厚くなった。あ、中に空気入ってるわ。うん、この中の空気の動きを見て今回してるから、外側はあんまり関係ない。すごい、電球みたい、光ってる。これ今結構簡単に回してるけど、普通の人持ってらんない。うん、熱いってことですか。うん、違う、全部垂れちゃう。あ、だらーって、うん、一発で垂れちゃう。ああ、それ、その下は何なんですか。土台というか砂。え、なんだ。あ、違う、なんだろう。新聞紙。新聞紙だ。紙。新聞紙か。煮る。この中で、さっき最初に巻いた玉と、うん、2回目に巻いたガラス、温度差があるので、はいはい、この中で均一にして、全体の温度を一緒にしてます。一緒にするんですね。一緒に、同じような温度に。ここ回してみて。回す。うん。垂れちゃうから。はい。あ、回し続けない。一人でやってみる。いや、大丈夫かな。あ、確かに垂れそう。垂れる。危ない。怖い。垂れそう。あ、だいぶ歪んできた。あ、危ない。反対回し。あ、怖い。垂れる。いや、難しいですね、これ。難しいな、これ。いや、すごいね。ああ、次も回しながら吹いてみて。うん。回しながら。
もっともっと。もっと。もっと見て見て。大丈夫？はい。オッケー、いいよ。いい感じだな。吹き方。大丈夫かな。吹き加減。吹き加減はいいんですか？今ので。ちょっと弱かった。弱かった。安定してる。安定してるね。すごいな。お、長細くなった。これが難しいかもね。うん、金属のパイプと、そして今、振ったでしょ、うん、それとこのお尻、うん、一直線なんだけど、あ、もう一回振ってください。はい、あ、すごい、はい、振って、はい、この中に入れますから、入れたら上から結構力入れて、何吹いてもらう。はい、いいよ、慌てて。あ、はい、よいしょ、よいしょ。入れてから吹くんですか？高さ大丈夫か？大丈夫かな。大丈夫かな。はい、うん、入れて吹く。ここに入れて吹く、うん、いいよ、吹いて、はい、吹いて、もっきり、もっと、もっと、はい、OK、はい、おお、どうしよう、このデコボコをしっかり残した方がいいかな。うんうん、なった方が残したい。うん、これ、これで吹いちゃうとまたどんどんコロッと丸くなっちゃう。うん、どっちがいいですか？こっちの方がいいかも。いい、うん、あ、綺麗な色だ。ちょっと次の仕事を。はい、こちらに。こっち、はい、さっき見てまた移し替える作業、うんうん、向こうの持ち方なんですけど、うん、ちょっとギュッと握らないで指先で転がす感じで持ってます。あ、はい、でここ今転がしてると思うんですけど、うん、向こうのもっと一直線になり、あ、こうついてきてもらう、うん、しながら、で最後あの細いところ切ったと思うんですけど、うんうんうん、あそこを切り落としたらもうこっちにガラスがくっついてきますので、はい、ちょっと重くなります。ああ、そっか。その時はしっかり持ってもらって、こちら側をちょっと上げてもらう。上げる、うん、上げて渡してもらう。そうしないとまだ柔らかいんで、うんうんって言うけど分かんないもんね。タラーって落ちちゃうんで、うん、はい、まあ、は受け取ったら下向き、いい、サポートするから、ね、はい、お願いします。やります、やります。じゃあもう一旦、大丈夫かな。はい、じゃあ受け取っていただいて、はい、くっつけるのはこっちでやりますね、はい、でくっついたら一緒に回してくる、はい、で向こうの棒と一直線で、一直線やるように、高い、右手が逆なの、右手が逆、あ、こっち、そうです、そうです、はい、そうそうそう、はい、もう一回行きます。え、高さ大丈夫ですか、これ。大丈夫、大丈夫です、大丈夫です。はい、まだ一緒に回してもらって、はい、でまたもう一回こっち側に、はい、切り落としますよ、はい、ちょっと 重くなりますよ、はい、重くなるよ、はい、はい、はい、おお、本当だ、重たい、おお、このまま渡してね、わあ、すごい。さ
最後のイメージにどういう形状まで持っていきますか、ね、さっき丸い穴が開いてる状態から開いた、うん、ああ開いた方がいい。一回だけ開きますね。うん、はい、いい、僕の動き見てて、はい、左手で回してるのについてくるだけ。あとこれは必ず当てて、うん、もうちょっと広げる、はい、もうちょっと広げたいんだよな、うん、2本入れてね。2本、はい、うん、当たれば必ず開きますから、うん、先触れる、はい、いいよ、座って、はい、座って、よいしょ、それ、握り方を握り方、はい、こんな感じ、うん、先に触らない、ここは、先は気をつけて、ここだけですね、ここだけ握る感じです。こうですか、はい、はい、で、ちょっと乗り出してもらって、ちょっといいですか、はい、このまま、体ごと乗り出す、出してもらって入れて、うん、僕があの回しますからついて、はい、ついて、クッと持ってた、あ、握った方がいい、あ、そうです、はい、見てきたな、うん、こんな感じにして、一回練習やろう、うん、入れてみて、以上、入れて、入れて、うん、一人でやって、はい、まっすぐ、まっすぐ、まっすぐ、はい、一回抜いて、はい、もう一回、これ、限りなく、あ、外側、うん、はい、握力なさすやん、楓の握力19です、こっち大丈夫こっち19です火傷しないよ、はい、直角に当てて、はい、上当たってないな、こっち、そうそうそう、はい、もう一回、いい感じ、一回抜いて、はい、いい感じだ、いい感じ、はい、次これで、これを持って、同じやり方でいい、はい、こう思って、あ、こう、はい、当てる、遠くから当てる、そうそうそう、同じです、はい、これは口のところを何だろう、いや、そういうことじゃない、真ん中ぐらいある、真ん中、あのね、この膨らみのところです、その膨らみのところ、あ、膨らんでるところとこっち、その境目ぐらい、あ、そこに当てて、当てて当てて、うん、上に当てて、しっかり当てて、はい、うわ、結構熱い、うん、オッケーオッケーオッケー、いいよ、抜いて、はい、うん、どうしよう、仕上げ、仕上げはどうする、最後まで自分でやる、仕上げ、この後どうなりますか、今の状態だと多分綺麗にさっきみたいにこういうラインで開かないから、うんうんうん、それでもいいよ、どうしますか、いいですか、いいじゃないですか、じゃあ最後もう一回だ、はい、もう一回、もう一回同じ、うん、はい、開きたかったら思いっきり当ててうわって開いて、あ、力入れてもいいから、はい、わー、開いた、いいね、開いた、素晴らしい、あ、でも歪みましたね、あ、いいじゃない、歪んで、うん、あ、歪み、オッケーオッケーオッケー、歪みも味、あ、いいじゃない、すごい、結構歪んでいいよ、いいよ、いいよ、オッケー、いやー、すごい、あとは、あの中で冷まして、あの、あれですか、奥に、あこれどうしても常温で冷ますと割れてしまうんで、うん、そうですね、いい感じで味が、あれは焼くのも形、あ、
なんかあのさっきつけてたあれ、うんうん、あれが多分ちょっと残ってるんですよ。あでちょっとバリ出ちゃう。へえ。そこを焼いて滑らかにして、うんうん、ちょっと押してもらって。すごい、でもできた。一回自分で拭いてみる。これも洗ったりとか、うんうん、自分で回しながら拭いてみる。手伝わないから。できるかな。さて、回しながら拭けるかな。落ちる気がする。ガシャンって落ちないかな。もうちょっと固めにする。ちゃんと。いい、あの形だけ、うん、イメージ。ほう、こっち両方とも動かないと回らない。こっちもか。一人で回してくれ。はい。おー、重たい。あー、垂れる垂れる。回してね。もっと強くや。ああ、入った。ああ、入った。入った。まだ来てる。あ、怖っ。大丈夫なんですか？まだ来てる。つらい。酸欠なる。酸欠。すごい。どうでしたか？大変でした。大変でしたね。重たかったです。面白そうでしたけど、うん、見てる方にはね、慣れないと大変だな。大変。でもすごい楽しかった。楽しかった。はい、良かったです。ということで今日は楓のガラス花器制作体験でした。ありがとうございます。